プロバスケットボール NBA のグリズリーズとエグジビット10契約に合意した B1 リーグ横浜 B コルセアーズ BC の河村勇輝が9日横浜市内で会見を行ったパリ五輪日本代表でも期待される23歳の若き司令塔10月に開幕する NBA2024 から25シーズンでの本契約を目指す 困難は承知の上で NBA 挑戦する背景には、二人の先輩の存在と日本バスケ界の未来への思いがあった。動画、身長差に、合成かって思っちゃう。172センチメートルの河村祐希、201センチメートルの NBA スターと直接対峙した際のプレイ映像。憧れの NBA のコートに立つ。身長172センチの河村にとって、それは夢であると同時に、 先輩からのバトンを未来につなぐことでもある。かねて口にしてきた海外挑戦への思い。きっかけの一つは田臥雄太、富樫勇樹の存在だ。尊敬する先輩方がチャレンジする姿を見て、僕もそういう選手になりたいと常に思っていた。背中を追ってきた二人のポイントガード、p g 共に小柄ながらアメリカに渡り、本場で挑戦している。 日本人初の NBA プレイヤーとなった田伏は173センチ。サンズで2004年にデビューした当時、河村は3歳だった。167センチの富樫は NBA には届かなかったものの、14から15シーズンにマーベリックス参加のレジェンズで24試合に出場した。背が低くても挑戦できる。少年時代に受けた大きな刺激は、今回の決断にもつながる。 あのサイズで挑戦されたお二人の背中があったからこそ、と感謝する河村は小柄な PG の系譜を紡いでいく。このサイズでも NBA のコートに立つことができるんだと証明して、一人でも多くの小さな子供たちがバスケットを始めるきっかけだったり、頑張る原動力になれれば。昨季開幕時の NBA 平均身長は約199.4センチ。高さの壁に加え、 言語面や環境の変化といった障壁もあるどんな困難になろうとも立ち向かう自信はある。力強く言い切れるのは後進への思いからだ。日本代表のチームメートでもある富樫からは自分がいいと思っていても次の日にはカットされたりトレードされたり